こんばんは。今日はカルディでおすすめの杏仁豆腐の紹介です。多分見たことある方もいると思うんですけど、人気らしいですね。全然知りませんでした。我が家は母がカルディ大好きなのでよく買ってきます。で、作ってあるのが冷蔵庫にあったので、食べてみたら美味しかったので、どこのって聞いたら、このパンダの杏仁豆腐でした。カルディで、我が家はこの杏仁豆腐にマンゴーとこのナタデココを入れるそうなので、今日は一緒に母が作るっていうか、もう超簡単なんですけど、ただ混ぜるだけをやってみたいと思います。確か値段は400円ぐらいでした。この子、これ大きいサイズです。ではまずはじめに材料です。この杏仁豆腐の素、これ元を今日は2個で作るので、2個、ナタデココ、うちはナタデココとのマンゴーを使っていきます。まずこの杏仁豆腐の素を冷蔵庫で4時間固めるそうです。牛乳みたいちょろだから固めるそうです。で、今これは冷蔵庫で1日固めました。私も中見たことない、中を開けていきます。うわ、めっちゃプルプル。もう出来上がっとうね、これは。ここで、ただそれを混ぜるだけや。めっちゃ簡単やん。じゃあ行きます。おぉ、え、ちっちゃく切ると、ちっちゃく切りそうです。めっちゃ雑、そんな雑でいいと。今2個目を入れました。作るっていうか、もう杏仁豆腐これ出来上がってるので混ぜるだけやね。そしてこの中に好きなフルーツを入れます。うちはマンゴーとナタデココです。これだけで美味しそう、というかどでかい量です。ナタデココ1個のマンゴー投入。そしてナタデココ。もう溢れる寸前。ケイポンにもらったボール使ってます。出来上がり、超簡単。もうこれ混ぜるだけやん。はい、出来上がり。このプルルントロリン滑らか杏仁豆腐カルディのです。カルディを使って簡単杏仁豆腐ができました。混ぜるだけ。じゃあいただきます。
じ。で、ほんと3分ぐらいでできる、ただ混ぜただけの杏仁豆腐。カルディに売ってまーす。じゃあ、また明日。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の Vlog が良かったなぁと思ったら、ぜひ高評価でいいねボタンお願いします。そして、チャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた明日。